ありのままの生き方ナビゲーター伊藤直之です。人は誰もが認められたいと感じている。人は誰もが理解されたいといつも思っています。どんなに強がっているように見える人でも、人から理解されるとやっぱり嬉しいものです。実は私もそうです。多くの人は自分のことを理解してくれないと嘆いています。私が感じているのは、今は共感できる人が求められている時代だということ。お金をたくさん持つことよりも、より自由に幸せに、自分らしくありのままに生きている人が憧れられるのです。だから、自分を偽って本当の自分でない、違う自分になる必要はないのです。あなたは、あなたのままでいいし、今よりも、もっと自分らしくなればいいのです。本来の、自分になればなるほど、心地いいものはありません。そのためには、自分の気持ちに嘘を、つかないことです。自分自身に対して、自信を、持っている人は分かります。女性は、特にそれを、察知できるようです。表情や、人に対する接し方、言葉の節々から、自信にあふれているエネルギーを感じるのです。自分に対して自信を持てれば、周りも、あなたに対してより、接しやすいし、魅力的に思われます。自信とは、自分自身の全てを理解することによって、それでも自分は素晴らしいと信じていることです。どんな自分であっても、自分を理解できると目の前の人も理解できるのです。相手に集中して、その人がどんな気持ちか、何が好きで何が嫌いか、その人の気持ちになって考えること、それがお互いにつながった時、共感が生まれます。そのためにはまず自分を理解すること、それから周りの人を理解すること。家族でも友人でも、同僚でも、大切な人、ライバルだと思っている人でもいいのです。人と関わるとき、共感ができると、私のことを理解してくれているんだという思いが相手に生まれ、あなたを認めてくれるようになるのです。先に相手に共感し、相手を認めることによって、あなたも相手から認められるのです。